はい、どうも、うみです。今日はイミコア謎解き続きからやっていこうと思います。スタート。違和感はどこ？駅のホーム。サラリーマンと女子高生がいるけど、後ろの女子高生なんか黄色い線から出ようとして、誰か止めて、誰もなんかね、棒立ちしてるけど止めなかったの？またかとぼやいた駅員。人一人死んだというのに、まるでただの迷惑な客を処理しているように死んだような目で淡々と作業をしていた。怖っ。大丈夫？ちょっと休んだ方がいいよ。その駅員さん、だいぶ人生疲れてない？こんな血の処理してるのに。え、やばい、休んでマジで。ちょ、人生疲れきってるから、それやばいって。違和感はどこ？高望みはしません。高望みはしません？あ、整形をしようとしてるのかな、この女性は。違和感どこ？口裂け女さんになってる。今度こそと思ったのに、美容クリニック通いも、口封じに医者を食うのも、もう何の目だろう。普通の人間になりたい。ただそれだけなのに、口裂け女じゃん。食べちゃったの？ここにいたさっきのお医者さんも食べちゃったのかな？わー、でも普通の人になりたいから、こうやって美容整形外科に来るけど、まあ、食べちゃうってこと。口封じに医者を食うって言ってるから、医者がビビっちゃうのかな、多分口裂け女ちゃんを見たら。それで食っちゃうんだ。うわー、辛いなそれ。違和感はどこ？朝のお散歩。かわいいワンコ、かわいいワンコだけど、なんかこの男手に何か持ってる。これは、ええ、どういうこと？なんか悪い顔してる。え、何してるのこれ。え、どういうこと？あ、しくった。え、何してるんだろう、よくわかんないけど。犬はめちゃくちゃ怒ってるからやめて。粘着シールのついたスマートタグを首に仕込めば家を割り出せる。え、そうなの？ストーカーが常に陰気な異性であるとは限らない。何その手口、怖すぎるんだけど。え、ちょっとワンちゃん怒ってるから、もうそそくさ逃げよう。これは違うね。ちょっと首輪のあたり一回確認した方がいい。ワンちゃんわーって触られたらね、一応確認してみた方がいいのかもしれないね。え、怖すぎるでしょ。こんなワンちゃんを利用してストーカーしてるってことだよ、これ。うーわ、ちょ、こんわ。違和感はどこ？ずっとあなたと。あ、これ絶対、ちょっと待って、もう一瞬でわかった。このピンクの服着た子とこの新郎は手をつないでいます。ですよね。だって不自然にここ手隠れてるもん。おい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 、この二人処す？処しましょう。もう新妻と寄り添う裏で、夫と親友は手をつないでいた。親友なのこいつ。二人は今後も関係を清算する気はなさそうだ。ぶっ殺しましょう。これはぶっ殺しましょう。もういいよいいよ。清算する気ないって、反省する気もないってことでしょ。いや、これぶっ殺案件だわ。いや、絶対許されない。え、これ多額の慰謝料。いや、慰謝料なんかで済ませていいものなのか。悪意がありまくりでね。ちょ、これいかんいかん。え、今すぐ、もう処したいんだけど。違和感はどこ？キラキラ配信。はいはい、配信してて、結構コメントも来てるから、人気配信者さんなのかな？何がおかしいんだろう？え？何？特速状！特速状が来てる！何何？こんないろいろいいね、リップとか買ってるの。実は借金して買ってたみたいな感じ？そこまで見え張らんでも。赤い封筒はファンレターではなく督促状だった。配信者として動画の人気を追うあまり、女性は自分の支払い能力を完全に超えてしまっていた。見えは張らないで、自分のペースでいいのよ。なんならさ、安いさ、コスメとかでさ、こんぐらい綺麗になりましたよみたいな、そういうのもバズるんじゃないのかな。で、そっから人気が出てきたらね、ちょっといいコスメ買うとか、そんなんでいいじゃん。違和感はどこ？使用中。やばいのが見えるね。足？使用中になってないのに足だし、これ女子トイレだよね。なのに、え、ちょっとこれ本当に、これ危ないから、こういうの本当にダメ。いや、本当にあのさ、ダメだよね。あの、子供一人でトイレに行かせるのって本当にダメだと思うから。いや、絶対に小さい子とかね、女性一人でトイレに行かないでほしい。最近ここのトイレには不審者が出没すると通報が入るようになった。その不審者はトイレの個室に隠れて入ってきた女性を襲うという。怖すぎる。え、だってこれマジである事件だよね、こういうのって。いや、本当に本
当に怖いから、マジでやめて。マジで消えて、こういうの。マジこういう人消えて。やだ。あれ、あれ、見たことある問題来た。違和感はどこ？魚釣りキャンプ。いいね、キャンプ。めちゃくちゃ楽しそう。うわ、魚美味しそうだな。もぐもぐ食べてる魚。その魚、一匹ください。ん？え、どこも違和感ない感じだけど。え？え、ちょ待って、なになに？人が出てきた。え、魚釣りしてたら。人が出てきた。え、死体？死体が釣れちゃった？岩場の陰にあったスニーカーは男性のものではなく、入水した誰かのものだった。湖の魚たちがその誰かを糧にしていたとしても不思議はない。ん？不思議しかない。え、どういうこと？湖の魚たちがこの人を殺したってことでいいの？え、やばいじゃん。ここのここの湖やばいよ。あんま近づかない方がいいかもしれない。え、恐ろしい恐ろしい。怖すぎる。違和感はどこ？ママ友を、ママ友同士で仲良く、うふふ、あはは、会話してるけど？ん？なんか大金がカバンの中に。え、なんか悪い顔してるんだけど、二人とも。何してるの？ここは違法薬物の取引場所で有名な公園であった。知らぬ間に虜になってしまうママも多い。やべえ公園だな。警察もっと張り込んだ方がいいんじゃない？そんな有名な場所なら。怖すぎ。左のママのカバンめちゃくちゃ違法薬物入ってる。やべえな。もうちょっと取り締まって。違和感はどこ？お疲れ。私なんかすごく奥のさ、クローゼットかな、違和感あるんだけど。ここに何が仕込まれて、い、あ、え、な、に、ん、なに、え、なんか死んじゃった、煙で死んじゃってる？なんか焼け焦げてる？彼女は大好きなビールと焼肉を最後の晩餐にすると決めていた。自分をねぎらいながら、彼女は締め切った部屋の中、一酸化炭素中毒で亡くなった。うわー！これ、え、自分で死んじゃったってことだよね。そういうことか。これ窓、シャッター締め切ってたんだ。そういうことね。いやー、やんやんやん、ダメダメダメ。違和感はどこ？大自然でキャンプ。かわいいワンコがいる。めっちゃかわいいこのワンコ。キャンプを楽しんでると思ったら、ん？なんだ？ゴミがたくさん捨て、うわ、あ、ゴミたくさん捨ててるこの家族が。うわ、最低最悪やろう。人里離れた山奥にキャンプに紛れていらなくなったものを不法投棄しに来ていた。不法投棄は5年以下の懲役、もしくは1000万以下の罰金、またはその両方の刑に処することを知らないのだろう。やばいね。だってもう悪意あるもん。この顔ね、めちゃくちゃ悪意あってやってるから、これもう両方の刑に処されるんじゃない？この二人。わ、子供かわいそう、ワンちゃんも。このね、親いかんな。毒親だな。え、もういきなり嫌なんだけど。違和感はどこ？拡散する悪意。え、ちょっと最悪最低野郎なんだけど、何動画撮ってる？ん？ん？ん？え、どういうこと？なんか、いじめられてると思ってた子がめっちゃニヤリしていて。え、どういうことなんだろうこれ。いじめにあっていたのは傘を持っている少女。あ、こっちがいじめにあってる子なんだ。いじめているふりを強要された彼女の動画が拡散された時、本当のいじめが始まる。うわー、あ、だからこの人カメラ、この傘持ってる子しか映してなかったんだ。お前いじめしろよって言って、それを動画撮って拡散して、まあ、この人が悪いってなるから、そっからいじめが始まるってこと？うわ、もう最悪じゃん。え、めちゃくちゃ最悪。悪質。めちゃめちゃ悪質なんだけど。うわ、こういうの良くないよ、本当に。え、待って。なんかもうすでにヤバい子がいる。違和感はどこ？ここは5階です。5階なのに、とんでもないね。そこ、ま、どんだけ足長いのってなるよ。下半身ヤバいって。え、この子だよね。化け物、化け物がいる。ここは5階。ベランダもないのに、窓の外から少女が覗いていた。昔自殺した女子学生がいたらしいが、まさか、なんで、この子たちがなんか原因で、もしかして死んじゃったとか？ま、怖っ、腕長が。これ呪い殺されるやつじゃん。5階にいるのにこれめちゃくちゃ怖いな。違和感はどこ？荒野のヤギ。おじいちゃんが亡くなった。てるけど、何がおかしいんだろうこれは。え、
待って。この死んでる人はどちら様？ここにいる人がこの、どういうこと？やばい、頭パニクる。死んだとされる男の会社は多額の脱税を行っていた。社長は双子の弟を自分のスケープゴートとして殺し、海外へと逃げ延びたのだった。双子だから、顔も似てるんだ。待って、ほくろ。だってこの死んでる方のさ、あの人の口の下さ、ほくろないけど、こっちの人あるもん。やっば。双子の弟を殺したってことだよね。最悪最低だな。これは前回やりましたね。違和感はどこ？コンビニのレジ。あら、イケメン店員さんがいるけど、なんか右下に変なのがいない？右下に変な頭が。そういうこと。絶対こいつ不審者って思ったら、この店員さんが不審者だった。怖っ。店員になりすましてるってこと？あなたの何気ない日常のそばにも凶悪犯が潜んでいるかもしれない。やっべ。これ大丈夫？この今からさ、水買おうとしてるお客さんは刺されない？このまま、だって店員さんじゃないんだよね、この人。やばいやばい、刺されるかもしれない。でもわかんないもんね。見た目すごくさ、爽やかなイケメン店員さんだったのに。やばいやばい、逃げて。違和感はどこ？タコパしよう。いいな、タコパ。タコパ楽しそう。しかもこんなね、女子会みたいなタコパだよね。なんかここカッターがある。待って。誰か、これロシアンルーレットのタコ焼きで、一つにカッターの刃が入ってるとか？命がけのロシアンルーレット。友人の一人がこっそりとたこ焼きの中にカッターの刃を仕込んでいた。当たりを引いた不運な友人を見て大笑いする彼女は神聖のサイコパスだった。怖っ。このカチューシャつけた子が仕込んだってことか。怖っ。みんなちょっと、一旦そのたこ焼き全部捨てよう。こんなたこ焼きで命かけたくないって。